みなさんこんにちは東京高生ウィンドウオーケストラ正式者の大井武ですいつも東京高生ウィンドウオーケストラ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます毎回高生ウィンドウのメンバーをお迎えしズームを使ってオンライン上でお話を伺う TKWO あなたにズームイン本日は第十七回目です 収録時の通信環境などによっては少々お見苦しい時、お聞き苦しい時もあるかもしれませんが何とぞご了承ください。さて前回のゲストフルートの前田彩子さんからご紹介いただいた今回のゲストはパーカッションの秋田隆則さんです。それでは早速秋田さんをお迎えいたしましょう。秋田さんこんにちは。こんにちは。 今日はどうぞよろしくお願いいたします早速なんですけれども前田さんからのご紹介で秋田さん富山県の一般バンドで、えーとまあ、ゲストとしてよくご一緒させていただいたりとか学校の指導で一緒になることももちろんあったりするんですけれども、ねまあ、その時とかに やっぱり、あの、お食事を、うん、あの、割と遅い時間まで、あの、ご一緒させていただいたり。<laughs> はいあの。で、そこで、やっぱり、いろんな音楽の話だったりとか、まあ、うん、そうですね。割と、割と本音で話せるう感じで接していただいていて。うんうん、僕もと、前田さんと、もう、二人の一致した意見なんですけども、その、秋田さんの、お人柄いろいろな、 あのことによく気がついて、気が配れて、だけれども、その秋田さんという人間の軸はぶれないっていう、もうね、二人で大絶賛なんですよ、秋田さん。<laughs> でね、それが、あの、楽器を叩いてない時もそうだし、楽器を演奏してる時例えばドラムを演奏してる時なんかも、すごくやっぱり同じように。 感じるっていう話を前田さんとあ,<ー>あのしたんですけれども嬉しいですけどあのそんなふうにあのお褒めお褒めいただいて <laughs> もうありがたい限りなんですけれども前田さんこそそうなんかいろいろこう人をこう褒め上手というかうん <laughs>、まあ、そういう部分があると思うので下手、うんうん、の,のところからいろいろ励まして。 くださったりとか、こちらの、なん,なんですかね、気持ちを組んでくださるので、うん、もう、あの、気にかけてくださって、すごい嬉しかったなっていう、記憶はありますけど。うん、実は、秋田さんは、あの、シエナウィンドオーケストラとの、あの、コラボ企画っていうんですかねで、このズームインと似たような感じで、あれも多分ズームを使ってるんじゃないかと思うんですけど、はいえー、シエナウィンドオーケストラのパーカッションの東さんと、 こういうい形であのちょうど僕のところが東さんになってっていう形で対談をされてるのを僕も YouTube であの楽しく拝見させてあのいただきましたけれども、えー、とネタがかぶんないようにするのは大変だななんて思ったりはしましたけれど <laughs> あのとってもいい話たくさんあったんですけれどもその中であの2013年の8月に入団。 っていう話をされてたと思うんです。一応7年ちょっとですか？の変化。それから構成ウィンドウで過ごしてきた。日々みたいな。改めてどうですか？思うところそうですね。ま、最初は歴史ある。まあ,あの、その頃は今もう定年された方々がもっと、うん、あのいっぱいいらして。 うん、やっぱその方々のそのなんでしょう常,常識というか後世の,のサウンドはこうだ、うん、みたいなことにすごい、うん、まあ,あの今ももちろんそれは尊敬してるんですけれどもなんかそこに気を使ってしまって変な自分がちょっと余計なことをしちゃって、うん、しちゃって、うん、まあちょっと迷惑をかけるというかちょっと普通にやればいいところをちょっとやっぱ変に気様子を伺かがうというか、まあ、そういうところがやっぱりどうしても あの性格として出てしまって、そういうことが多かったかなと思ったんですけ,思うんですけれども、まあ、だんだんやっぱり、僕ちょっと慣れるまでに、ね、結構時間かかるところがあって、何事もあの、あの、なんでしょう、レッスンに受けてすぐ直すとかがちょっと苦手というか、意識、うん、があって、で,でも、なんか自分の中でそれをかみ砕いてやると、やっぱりあの自信を持って、 あのいけるるようになるのでまあそれがやっぱ時間が7年もたつと、まあ、同じ曲を何回もやることもありますし、まあ、いろんな場所で自分の今のプレイが、まあ、先ほどの前田さんのようにそう、まあ、あの褒め上手だからですけどでもまあそれ言ってくださったりとかっていうのがやっぱり自信につながって、うん、まあ自分がこういう演奏をするとあのきっとこうなるのかなっていうふうにあの例えばドラムセットとかあの、うん、ってなるとやっぱりその。 戦法だったりとかきっかけだったりとか、まあ、そういう核になる部分をやらざるを得ない部分があるので、まあ、そういうところで、まあ、自信を持って演奏できる場面が増えてきたかなっては思うんですけれどもまたあのパーカッションの大先輩方もまたそれぞれ強烈な個性をそうですねおの先輩方はいね 入団当初にいらした方々とも少しの時間でしたけど、うん、ご一緒できたのはもうやっぱり宝物ですよね。そうですね。それはだからほぼ僕と秋田さんは同期だから、はい、僕も同じようにやっぱり短くてもやっぱり一緒にできているいろいろ僕も教えてもらったし、あの、なんかこう引き継がれていくものがあってとっても嬉しいなと思った。うん、その東さんとの話の中でも、例えばドラムセット、 ああもう本当にこう店舗でデジタルにこう行って正義をふ振りかざすだけでもダメだみたいな話もすごく面白かったし、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいんだけれどもあの時差についても秋田さん、うん、あのおっしゃってましたよねこれ本当にもうあの僕はだからこっちで聞いてる方で秋田さんはその反対側の方で叩いてる方で、はい、こ,この差をどうんえっと 埋めるかっていうのは、あの、こちらとそちらの、まさに大命題なわけなんですけれども、でも、ここのところ、ここ特に1、2年、そのことで、あんまり、揉めなくなったって言ったら、それまで揉めてたみたいですけど、あ,<ー> <laughs> <laughs> あの、あんまり、 あ問題にならなくなったような気はしてるんだけど。はあ、確かにそう言われてみると、うん、あんまりそういうところそんなにそうですね、嫌だなって思うことも少ないというか、あんまり記憶にないですね、最近は。そうなんですよ。ふと気づくと。確かに、うん。11月の我々の定期演奏会とツアーで 星野先生の「交響曲第3番」っていうのはあの第3楽章にが「チちチちゃちチちチちゃちチちチちゃっちゃっていうリズムがあってあれがその秋田さんが叩いてるんだけれどももうすんごい先のクライネットのと一緒だったりすごいあっちの方にいるマリンバと一緒だったりいろいろなあのそういう噛み合わせがあるんだけども、はいはい、全然常にストレスなく。 させていただくことができて、はい、っ大丈夫ですかいや大丈夫すぎる。こちらはやっぱりそこで本答えは知らないので <laughs>。いやいや、答え合ってますって感じあ。ありがとうございます。<laughs> <laughs> 何なんでしょうね。いや、何なのかな。何、えー、でしょうね。あの、アンサンブルしない学とかもそうだと思うんですけど、まあやっぱりずっと同じメンバーで。 あの演奏していくとやっぱりアうの呼吸みたいなのがあって、うん、それがやっぱりあのこういうオケとか吹奏楽大、うん、編成のものもやっぱりそれでこの顔が浮かぶというか、うん、あこの人だったらこう演奏するんだろうなっていうのが、うん、なんかその意思疎通がより今のメンバーでまた固まるというか、うん、あのそうなのかなっていうお互い信頼しているというか。 なのかなと。いや、別に僕が信頼されてるって言ってるわけじゃなくて、ねええ。信頼してますよ。信頼し,しなかったことがないですよ。<laughs> ええいやいやいや。うん、<の>でもそのやりとりを、その、何年間かやってきたからだと、ね、もちろんおだ、その結果なんだと思うんだけれども、非常にここのところ、いい意味で話題に登らなくなった。 かかななと思ってうん、うん、もしれないですね、うん、本当にその年月に感謝っていうところですね。すねうん、秋田さんのパーカッションの活動、もちろん後世ウィンドでの活動っていうのがベースにあるんですけれども、オーケストラで演奏される経験もたくさんお持ちだし、それから、まあ僕全部知らないですけど、 あの、ミュージカルみたいなものとか、はい、それからアンサンブル。例えば、あの、木管五重層の東京エレメンツ、プラス秋田さんみたいなパターンもすごく多いし、はい、トランペットの安藤さんとかと、はい、か室内楽みたいな。はい、あの、すごくいろんなジャンルを演奏されてる、あの、イメージがあるんですけれども、 エレメンツのもそうだし、あの安藤さんとご一緒されてるのもそうなんだけども、どうもこれちゃんと譜面が存在しないんじゃないかなみたいなものも <laughs> で、たくさんあって、それどうやってやってるんだろうっていうのはちょっとすごい興味のあるところなんです。エレメンツの方だと、まあ、あのアレンジャーさんによってはしっかり譜面をこう、 分かりやすいようにこうドラム風なんですけれども、うん、作っていただいて、まあ、それを例えばエレメンツの場合は音量としてやっぱ木管50層なのでそこにパーカッションドラムってなるとやっぱちょっと大きいので、まあ、それを下本に置き換えるっていうのは、まあ、ドラムを下本に置き換えるってのはよくやることだと思うんですけれども、うん、まあその譜面がないものでやる、まあ、適当につけてっていうのは、まあ、でも結構打楽器で特にそれこそドラムとかオーケストラ以外の だから今日いろいろやる人は、そういうのやる人は多いと思うんですけれども。あれは、その、譜面にないものを、その形にするっていうと、あの、急にはできないと思うから、なんかこう、修行の方法があるんですか <laughs> どういうふうに見つけるんだと思って。やっぱり、えっ、ー、と、まあ、学生の頃とか、あの、その頃から、例えば、なんでしょうね、マリンバのソロ曲、 にやっぱビートがあるものとかで、マリンバラとよくアフリカ系のものとかあの、リズムが出てきたりとかすることが多いんですけども、そういうものにジャンベレつけたりとかっていうところから始まって、うんまあ、あとは、例えばトロンボーンのコンチェルトとかで、うんまあ、本物はオーケストラとトロンボーンだったりとか、例えば小編成でやらなきゃいけない、ピアノ伴奏とトロンボーンの時に、やっぱ打楽器で。 があるとやっぱその子に立体感出てきたりとかっていうことでよく大学時代からあのクラシックだけじゃなくていろんなジャンルをやるっていうやりたいっていうのを結構こう発信し,してたというかそういう認識を周りに持っていただいてたのでそう,いうき、えー、そういう機会を他の科学機の方からいろいろ先輩とかからもらったりとかしてでそういうので、まあ、自分の知ってるビートとかをそこに ここはこのビートが必要だろうとか、ここはこういう雰囲気のウィンドチャイムのキラキラってした音でとか、なんかそういうものをいろいろで、やっぱ楽器をどん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 増やしていって、あのうん、こういう楽器があったら面白いだろうなとかって、うん、まあ自分の周りを全部楽器でこう囲うみたいな、そういう、うん、なんでしょう、ね、ミュージカルの仕事なんか結構そういう部分が、そういうセットが多いと思うんですけど、うん、そういうのに結構憧れがあったので、まあ、そういう自分一人で全部やっちゃうみたいな。 部分が好きで、まあ、いっぱいやってきてあの、ぜひこうすればよかったかなとか、あとはいろんなその中の楽器をいろいろ扱い方を覚えたりとか、うん、でもやっぱりいろんなビート、ドラムセットとか、いろんなジャンルの曲をやれるので、そのビートを当てはめたりとか、まあ、その辺の知識がどんどん広がっていくとあの、そういうものに対応しやすくなるのかな。 っては思うんでですすけれどもままあああそののの辺は修行中やっぱり実際の経験を積み重ねながら身につけていくっていうことが中心なのかなとあの今のお話を伺ってて思ったんですけれども、まあ、あとはとにかくそのいろいろな音楽のこと 知ってないとそのスタイルとか、まあ、ビートっておっしゃってましたけどそ,、ねうん、その基本となるリズムのパターンとか、うん、そういうものを知っていないとどうにもなんないっていうことになりますよね、うん、そうですね、うん、やっぱりそういういろいろな音楽にあのかなり昔から興味があったとそうですね うん、一番最初はまああのピアノをやっていて、その後にエレクトンをやっていて、そのままエレクトーンですね、ヤマハのエレクトーンのソロで興味が出ていろいろやっていて、そこでまあクラシカルなものもやれば、打ち込みのリズムがあるもので、いろんなジャンルの曲、ロックからフュージョンからいろんなものをやる機会があって、そういうところから、そうですね、吹奏楽部に入って、なんか打楽器がやっぱりやりたくなって、うん、うんうん なんで、まあ、とにかくいろんなジャンルにもともと興味はあって、うんうん、中学校の頃は、まあ、映画音楽だったりとか、うん、あとは、まあ、フュージョンって言われるスタイルのものとか、なんです、うん、それが高校になって、だんだんジャズとか、うん、あの渋めのものとかも好きになってきたりとかっていう、うん、まあ、いろんなものが好きですね。うん。うん、吹奏楽団は、それこそ、 まあ今の時代オーケストラもいろんな音楽を演奏しますけれどもさらに吹奏楽団は日常的にいろいろなジャンルの音楽を演奏するので、うん、まさにある意味秋田さんにとってはまあうってつけのやりたいことが満たされる職場と言えるのかなあ,あ、うん、そうですね吹奏楽、まあ、自分のこの多ジャンルな、うん、とかまが、あ、幅、まあ、広く、うん うん、っていうところだとやっぱりやりがいがいいいあるんだなっっててううふうには思っています私たち仲間も、まあ、どういうジャンルが来ても秋田さんがいてくれればリズムの核は大丈夫っていう安心感があるのはすごく <laughs> <ー>我々の大きな宝の一つだ。 思って、うん、いつも、うん、本当に僕は、あの、僕自身はクラシック一辺倒なので割とあのいろんな音楽やるけれども、うん、あの普段の活動の大半がやっぱりそのクラシックの古典の音楽なのであのポップスのものとかそういうものをやるときはもう本当に秋田さんにこうなんか 乗っかりっぱなしっていうか。ええ、<laughs> そんなに。<laughs> うん。逆にいろいろと教えてもらって、あのすごく助かってます。ええ、あの、秋田さんの、例えば、こう、なんか趣味とか、あるんですかよく、まあ、聞かれることはあるじゃないですか、趣味はっていうのはあるんですけれども、うん、もう、いつも困っちゃうんですよね、なくて。なんか、これといった、なんか、かっこいい趣味っていうんですかね。 あのー、全然違う、意外なみたいなのが全然なくて、ちょっと面白みがなくて、申し訳ないんですけれども。いいえい,いえ、うん、あのー、まあ、趣味じゃないんですけど、まあ、掃除,掃除とか、掃除、はい、掃除ですね。まあ、掃除とか除菌とか、そういうのが。除菌除菌。除菌 <laughs> そうですね。とにかく好きなんですよね。好きなんですよ。あの、まあ、あのー、休みの日とかは、もう、 常に掃除をしてますね。朝から晩までというか、まあ、特に子供がまだいない時代とかは、はもうずっと掃除してました。洗濯機を一日5、6回、あの、晴れた日に5、6回回して、全部もう布団の、体を全部割ともう休みのたんびに、洗濯して干して、はいえー、で、なんか常に新しい洗剤を試したりとか、 新しい洗剤を試すあ新しい洗剤。いろんな種類があるいろんな種類があるから、あこういうのやったらこうなるのかなとか、まあ,あの洗濯だけじゃなくてその、いろんな汚れを落とす洗剤あるじゃないですか。ある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 。そういうのとかあの、仕事帰りにフラットドラッグストアによって、なんか新しい新製品ないかなとか。あ洗剤の割と洗剤の。はい <laughs> そこのコーナーをよく見ますね。いろいろい。もう、家中のですね。すんごい意外ですけど。そ <laughs> うですか。割とせ、あの、換気扇の掃除とかも割とよくやってますね。<あ> <laughs> 手間のかかるやつありますよね。はい、はい。<の>外して,てい。 ぜひうちにご招待して。<laughs> 1時間いくらみたいな。<laughs> だからスーパーに行って、あの、ちょっと家の近所のスーパーに牛乳を買いに行っただけなのに20分くらい帰ってこないとか、本当一1、2分の場所なのに20分くらい帰ってこないで、割とその、なんで。いやもう要はその石鹸とか洗剤とか、なんかそれ系をいっぱい見ちゃって、<laughs> それを吟味してるんですよ。吟味して、 えー、帰ってくるともうすっごいたくさん袋に入ってるみたいなのがよくありましたね。最近はまあ、なあの、そこまで新しいものっていうのは、ね、家事もいろいろ慣れたので、そこまで多くないですけど、換気扇のなんですか、油汚れがつきにくいコーティング剤を買ってきたりとか。へぇー、じゃあ家ピカピカですなぁ、うん。いやいや、まあでも、 ね、やっぱ汚れるもんなんなですけどね <laughs> そうだけど絶対宇宙よりは綺麗だった楽器とかはどうしていやでもそれが自分の中で何かあるルールというかあってあの楽器とかはもちろん最低限は拭くんですけど<え>シンバルとか別に手垢ついちゃったら手垢ついちゃってどんどん汚れ、あのー、曇っていくというか緑昇までいかないですけど輝きはなくなっていってまあ音も。 落ち着いてくるので、えー、でも音を落ち着かせるためにそうやってそのまま放置してるわけじゃなくて、うん、そこはそんなに気にしないんですけど、人によってはね、もう絶対素手で触んないとかいるんですけど、えー、そこはそんなに気にならないんですよね。<laughs> なんでしょう、除菌なんですよね。除菌というか、汚れ、あもう汚れですね。これもね。同じですよ。話せば話すほど。ない <laughs> <laughs> ですね。<laughs> まあ音楽から離れたじ時間、 の中で、こだわる。うん。なんですかね。多分その気,ら気晴らしというか、うそのここを綺麗にしてやったぜっていう、とことかなんですかね。<laughs> 大丈夫ですかこれインターネットで今流れちゃいますけど、セウィに広まりますけども。いやいや、<laughs> <laughs> いろんなオタクから、あの、ご招待が。<laughs> <laughs> 特に、あの、これから年末にかけて。年末ですからね。そうですね。お招きが多くなるかもしれないです,ですね。張します。はい。<laughs> それは面白いお話を。まあ、先ほども、まあ、ちょっと、あの、話題が出ましたけれども、秋田さんの、あの、これまでの音楽人生の中で、あの、思い出に残っているコンサート、あるいは、 え思い出深い CD などの一枚、これ、あの皆さんに伺っているんですけれども、何か教えていただきたいと思うんですけれども。まあ中学時代にですね、あのもうひたすら聞きまくっていた CD なんですけれども、はい、映画のサウンドトラックで、インデペンデンス・デイっていう映画がちょうど、あの頃は世紀末だったので。うんうん 宇宙人がとかそういう、そういうのがいっぱいあったと思うんですけれども、まあ、その中でこのインディペンデスデーの映画を見て、なのか、ちょっと音楽を先に聞いたのかちょっと覚えてないんですけれども、うん、とにかく全部の曲がもうかっこよくて、まあ、打楽器が大活躍で、まあ、効果音とかですよね、まあ、戦いのシーンとかが多いので、しかもその相手が宇宙人ってなると、こう、うん、<laughs> なんでしょうね、普通の 銃と銃とかじゃないので、まあそういう意味はあって、るのか、まあ、かなりあの衝撃的な音色とか、まあその当時は、あの、打楽器って言ったら古代語とトライアングルとタンバリンとかしか知らないような時代だったので、うん、そこからするともう何,何の楽器を叩いているのかわからない音だったりとか、まあそういうのがいっぱいあって、で、あとはその中で、あやっぱこういう戦いのシーンって必ずこ、この、こういう映画のもっと前ですね、 スネアドラムが必ず戦いのシーンというか、こういう、あの、軍、まあ、やっぱ軍隊の象徴なんですかね。あの、ね<ー>必ず、ね、はい、スネアの刻みから始まって、ちょっとトランペットが一人でこう吹いてみたいな、ちょっとそういうシーンがちょうどこのインディペンデンスデーにも出てきて、うん、そのシーンがもう、かんもう映画としても感動的だったんですけれども、うん、あの、大統領が、 話すすところなんですけれども、まあ、そこの音楽がもう、古大句がかっこよすぎて、それをずっとどうやってるんだろうって、もちろん譜面とかは手に入らないので、はい、あの耳コピーで、うん、あの部活の時間にこう自分でそれを練習してみて、こ,うこんな感じでやってるのかなとか、全然知識もなかったので、もうひたすら耳コピーっていう感じですね。今みたいに YouTube とかもなかったと思うので、 見れる環境では僕はなかったので、ひたすら同じものをずっと聞いて、こんな音楽やってみたいなってずっと思ってたんだと思うんですけれども、中学校1年生ですかね、だと思います。そうですか。うん、私の順番がもう、あの、すごい前後しちゃうんですけど、<laughs> 長楽を始められたのは、いつは、中学1年生の、 吹奏楽部に入った時なんですけれどもじゃあもうその入ってすぐにそのインディペンデンスデーのサントラを聞いてそこの打楽器に耳がいったっていう、はい、そうですね僕も中学校1年生で吹奏楽部に入って打楽器を始めたんですがやっぱ僕は打楽器奏者としては ダメだったんだなぁ。<laughs> <ー> <laughs> いや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 。そのインディペンデスデイは僕はあの、残念ながら見たこともないし、そのサントラも聞いたことがないんですけど、他の映画のね、サントラとか聞きましたけど、そういう目線ならぬ耳栓で、耳栓っていうのかな打楽器。打楽器は聞いてなかったら、うん、僕はやっぱりすごく全体にこう、 の、うん、なんだなと思って、うん、うん、これぞ打楽器の人っていう話を聞きました。いやあ、なんですかね、でも、うんうん、その前からあれですね、史上最大の作戦とか、大脱走とか、あまあ、割と父親の影響で、なんですよね、そういうものが結構、 好きで、あの見てたんですよね。小さい頃から、小学校の頃から。あと、コンバットって、昔のドラマ、連続、えー、ドラマで,ですね。はい、それのビデオとかが家にあって、それを結構繰り返し見,見、見てるところを見てたんですよね。そこでやっぱり同じようにスネアとかが、また古い感じの音色で使われてて、その、そのなんとも言えない味というか、なんかそれがすごいかっこいい。 こうよくてで、今ある楽器とはちょっと音色がなかなか学校にあるような楽器だと出せない音色だったんですけど、なんかそういうのも,もう興味は出てましたよね。どうやってるんだろうなっていうのは。うんそういうのがす昔から好きでしたね。なんかやっぱ古代語が好きだったんだと思います。あの、やっぱり普通中学生とかで、あこの古いですね、あの、 元は今の楽器にはないような音が、でもどうやったら出せるかなとかって思わないですもん。うんうん、いや、でももちろん今の楽器で出せないっていう答えには行き着かないんですけど、どうやったら出せるんだろうっていうことをもうあの探ってるんですけども、今考えればもちろん全然もうシステムも違うしっていう、うん、まあやっぱオールドの楽器っていう部分ですけど、当時はまあ手探りで。うん、そうだ、今の自分たちから見ちゃうと、 そんなん言うても、もともとっていうところも、なんか中学生の時とか、いろいろこうやってみようとするっていうのって、もしかすると今だったらもうしないような、このトライをしたりするじゃないですか、中学生って。あれってすごくでも、や、やっとくべきことっていうか、あの、通るべき過程なのかなっていう感じもちょっと、 あの僕思ってて、なんか、やっぱ何事も興味,が興味を持って、そこをこう手探りでも、うん、なんか最初から情報を知っちゃってるよりも、うん、そういう試行錯誤というか、なんかそういう、まあ、その気持ち、欲求がより大きくな,きくなるのでそうなる、<ー>そうすると、またその先で、あ繋がったときに、なんかその、なんか得るものが大きいのかなとか、思ったりとかもしますよね。 あの、僕、ティンパニー叩いてて、まあ、木のマレットっていうか、硬質な音が欲しくて、レム、はい、<も>スティックで、うん、そう、ないから、そういうマレットはスネアドラムのバチの、ララ後ろで、裏っ、はい、で、<laughs> バカスカバカスカバカスカ叩いて、<laughs> 学校のヘッド ごびこにして卒業しちゃいました <laughs> すいません <laughs> 時効です。<laughs> 本当、そんなこともやってました。今 <laughs> ね。そのプロの人が来たら、おおやめろって感じだと思うんですけど。は <laughs> あ <laughs> <飯>、うん <laughs>、はい。良い子は真似しないようにし,いしないように。<laughs> まあでも、とも <laughs> によっては、スティック、スネアのスティックでっていうこともも,もちろんね、なくはないでしょうけど。えー えー、でもその時はきっとそう,いうそういう、そう、そうじゃないってやつですよね。そうでマレットな形でもっと、もっと、い、えー、きたいところが。えー、そうですよね <laughs> そ。そうなんです。そろそろ、えー、お時間です。次のゲストをご紹介いただく時間になりましたけれども、次のゲストの方は、えー、木村敦さんとのお話をぜひ。 聞いていただきたいなって思います。はい。えー、ホルンの、えー、木村さんですね。はい。今、あの、現役のというか、その、高生のメンバーで一番最年長の方なんですけれども、この言葉が合ってるのか分からないんですけれども、まあ、音個自身というか、あの、は、うん、やっぱり、後世をこう、長年、ね、まあ、高生だけじゃなくて、その、音楽人生としても、もう、はるかに、大もう、あの、経験が上の方で、 で、まあ、もちろん、後世のサウンドっていう部分を、その、フェネルさんの時代からも、もうずっとこう、変化を感じている方の、の、やっぱり、お話とか、あのそういう演奏の中身ですかね、なんっていうの部分も、もちろん、その、単音でこう、なかなかやってて聞く、聞くことは、あの、少ないんですけれども、やっぱり、ちょっとした発言、あの、質問だ指揮者への質問だったりとか、 そういう部分で、やっぱ構成愛を感じるというか、なんか、やっぱすごい、あのし、真の強いというか、こう、なんか信念があって。うん、僕もすごく、その、興味のあるところです。あの、木村さんは、あの、11月の定期演奏会のプログラムにも、あの、出てましたけれども、今年の12月末日をもって、うん、定年対談ということに、 なるんですよねあのですから、このズームインで今年中に出ていただかないとっていうところでもあったので、あのでね、とってもいい,あのいいタイミングであのご指名くださって本当にあ,のありがたいですけれども、えー、まあ何をされるにせよ、まあ、筋が通っていて、こう信念があってというあの方っていう印象もあります。それから練習の時の,あの 本当によく、すごい、よく気づくなっていうところで、うんす、すいませんって言って、あの、楽の音のこととか、ちょっとした違いのこととか、驚くばかりですよね。ぜひ、その、長年の演奏活動の、いろいろなエピソードも含めて話を伺ってみたいと思います。はい、あの素晴らしいタイミングでご紹介くださり、ありがとうございます。えーはい 楽しみにしています。はい、ありがとうございます。今日は本当に楽しい話をたくさんお聞かせくださってありがとうございました。ありがとうございました。それではまたさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ご,したご覧の皆様、最後までご視聴ありがとうございました。このシリーズは1週間に1度のペースで進めていく予定です。次回木村さんの回もぜひお楽しみになさってください。それでは皆さんさようなら。